コンチャーショー、ただです。今回はたくさんキャラが来ているので、この中から取るべきキャラが何かについて、まあ簡単にですね、なるべく5分以内で話していこうかなと思います。で、私は放射状の動画をメインで上げているので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。で、今回はまずナンバーワンから話してですね、で、戦役ボス、闘技場について、それぞれ適切なキャラを喋っていこうかなと思います。で、今回全体的に見て活躍できそうなキャラって、この今川義元になります。簡単に言うと、このキャラ、スキル1、スキル2ともに高火力のアタッカーで、もともと弓で最強だったんですね。なんで、このキャラ、特にスキル2の防御無視の部分がかなり強いので、闘技場とか戦役とかで活躍することができると思います。ただし、弓将なので防御関係はしっかり育てたり、周りのバフで、補完してあげる必要はあります。で、続いて戦役におすすめのキャラなんですけど、こちらの大滝丸ですね。戦役だとですね、撃砕と組ませることで、撃砕キャラですね、例えば8機とかと組ませることで、スキル2で安定して高火力を出していけるのでいいと思います。まあ、ただ、そういったキャラを持ってない場合は、もう全くちょっとこのキャラだけだと使えないので、無視していただいて大丈夫です。で、続いてボス戦ですね。ボス戦に関しては、今回で言うと、まあ、こちらの装備が一番ダメージが出ます。スキル1、スキル2ともにですね、連撃攻撃になっているんで、まあ、155まではボス1体なので、まあ、このキャラ、ダメージがかなり出すことができます。ですが、まあ、このキャラを取るぐらいなら、ボス戦での活躍が主になると思うので、他で使いにくいっていうところがあるので、まあ、ちょっと見送ってもいいかなとは思います。で、続いて闘技場ですね。闘技場はまずこのかぐや姫です。スキル1でデバフを解除しながら、味方全体に奮起を付与できるので、まあ、かなりサポート枠として優秀なキャラになっています。で、まだ奮起できるキャラとか持っていない方は、まず1体目の雰囲気キャラとしてはおすすめになっているので、もしよければ取ってみてください。で、続いて、テーフですね。こちらのキャラなんですけど、まあ、闘技場だけで見るならかなり上位の部類になると思います。っていうのも、このキャラ、HP を育てるだけで、2倍反射できるんですね。援護とパッシブで合わせると、自分の HP の200%相手に与えることができるので、反射で。HP を育てるだけで、相手の主力をコッパみじんにすることができます。なんで、HP だけを育てるもよし、普通にしっかり育てるとですね、耐久力と、防御力等も上がってくるので、場に長く留まり続けることもできるので、まあ、そういう育て方もしても強いと思います。で、残りのキャラは微妙な、個人的に微妙かなと思ったんですけど、どの辺が微妙だったか変えて、言っていくと、まず曹操がめまいっていうのがちょっと50%から100%っていうところで、確実にで、あ、相手をめまいにできないっていうのがちょっと残念かなと思いました。で、スキル2は、城でダメージが増えるんですけど、スキル2なので、そこまで生き延びる必要があるんですけど、ちょっとそれが難しいかなと思いました。で、続いて孫権なんですけど、このキャラ書いてあることはかなり強いです。強いんですけど、相手が自分と同じぐらいのレベルの方だったらおすすめになります。このキャラ、回避メインのキャラクターになっていて、格上には回避できずに積んでしまう可能性がかなり高いので、安定感がありません。で、この芝氏なんですけど、このキャラを使うとしたら撃砕枠として使うと思うんですけど、そう考えたときに3名までしか撃砕を付与できないんですね。そこがちょっと残念ポイントで、そう考えると、8機とか来たときに6名のデバフ解除または撃砕付与ができる8機を取った方がいいかなと思ったので、今回は、微妙なキャラとしてちょっと上げさせていただきました。これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放射少女の動画をどんどん上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。